マウナケアビーチホテルの背後に小原山地が見える。マウナケアさんは写真のさらに右にある。地図マウナケアビーチホテルはアメリカ合衆国ハワイ州ハワイ島西海岸にあるホテルである。リゾート全体はプリンスホテルが再改装して管理している。このホテルは1967年アメリカ建築家協会の賞をもらい、 また2007年のアイア全米ベ,ベスト建築ホテルトップ150に入っている。マウナケアビーチホテルはアメリカ合衆国ハワイ州ハワイ島小原地区のカウナオア湾にあるホテルである。ハワイ島の西海岸に新しく開発された大型ホテル群の中で一番北に位置する。マウナケアビーチホテルは1960年にここへ泳ぎに来た後に ここに惚れ込んだローレンス・エース・ロックフェラーによって初期開発がされた。ホテルの名前は近くにあるマウナケア山にちなんで付けられた。マウナケアは雲に覆われていない時には背後によく見える。1961年に開始された当初の計画は建築家ジョン・カール・ウォーネックによって一元の小さなコテージを建設することであったが、その計画は放棄された。 その代わりに、スキットモア・オーイングズ・メリル社が、建築家のエドワード・チャールズ・バセットを雇って、モダンなスタイルの印象的なホテル構造を設計した。オープンエア設計により、貿易風からの自然換気が可能になったが、各部屋では、エアコンも利用できた。同様のデザインのホテルは、今後数十年にわたって、小原海岸に沿って建設されることでしょう。 このリゾートのゴルフコースは1964年に最初にオープンし、マウナケアビーチホテル自体は1965年7月24日にオープンし、ロックフェラーのホテル会社ロクリゾアッツが運営した。1995年までホテルは客室テレビなしで有名であった。1978年、ロックフェラーはホテルをユナイテッド航空に売却した。 ユナイテッド航空は1981年にウェスティンホテルズに改名したウエスタンインターナショナルホテルズ部門にホテル運営を任せた。その後、このホテルは1990年に西武鉄道グループの堤義明によって買収され、その後は彼の会社の一つであるプリンスホテルが運営している。1994年には2年間の改造工事のため閉鎖された。 その年の8月、姉妹ホテルである、ハプナビーチプリンスホテルが近くにオープンした。マウナケアビーチホテルは1996年1月にリニューアルをオープンした。1996年から2001年にかけて、ハワイとアラスカのプリンスホテルはすべてウェスティンホテルに加盟し、ここのホテルはウェスティンマウナケアビーチホテルとして5年間そのチェーンに再加入した。 マウナケアビーチホテルは2006年のキホロワン地震による構造的損傷のため閉鎖された。1億5000万ドルをかけた改装後、ホテルは2008年12月20日に一部が再開し、2009年3月に全面再開した。ホテルは2015年にマリオットインターナショナルの高級ホテルとして扱われている。ここのゴルフコースは パソコン用のリンクスゴルフゲームのコースラインアップの一部として紹介されている。ありがとうございます。